はい、そういったわけでございまして、今夜の晩ご飯、なんと奥さん、聞いて、このヒレカツ弁当、なんとお値段200円、サイドとしましてはゼリー、みかんゼリー、にんじんジュースに、あ、納豆忘れちゃったね。あとでしっかり納豆は食べました。でヒレカツ、久しぶりのヒレカツということもあり美味しかったです。そういったわけでございまして、今夜のニュース行ってみたいと思います。アメリカ IT 大手旧 Facebook の新 SNS サービス、メタはインスタグラム版 Twitter とも言える新たな SNS を提供、提供開始し、開始わずか4時間で登録者数はなんと500万人超えということでですね、今後ね、新たにメタという SNS、 奥さん流行ってますよ。でも小池の YouTube は見てくださいね。ね、YouTube もね、かなりいろんな SNS が出てきたんで、かなり厳しく、もうね、皆さんね、ばらけてる感じがしますね。私のね、再生回数も、そしてね、あのコロナの影響もありまして、コロナの中で自宅待機が多かったせいか、 YouTube を始める方ものすごい増えたらしいですね。小池ピンチ。